皆さんこんにちは、真鍋美桜です。本日は教えて美桜先生かっこ仮のシリーズになります。本日のランナーさんをご紹介します。どうぞよろしくお願いします。では自己紹介、お名前お願いします。はるきと言います。はるきさん、よろしくお願いします。お願いします。はるきさんは今ランニング歴はどれぐらいでしょうか？11年ぐらいになります。長いですねなんか大会とか結構出られてるのかなと思うんですけど、どうでしょう？フルマラソンっていうものが、はい、実は出たことがなくて、それよりも長いウルトラマラソンっていうところをメインに走ってます。なるほど。フルマラソンを超えてもウルトラマラソンに行ってるということで、週どれぐらいですか走られてるのは？今は4回から5回。ああ、じゃあ定期的に走ることはできてる感じですね。ちょっと今日はじっくりと見させていただいて、ビフォー走っていただいて、アフター走っていただいた時にうまくアドバイスさせていただきながら、ご自身の走りを確認していただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは早速はるきさんの走りを見ていきます。こちらはビフォーの動きですが、ゆっくりペースで走っていただいています。安定した走りで、普段からウルトラマラソンに挑戦されているということで省エネ走法です。腕振りもしっかり、腰を中心に、肘、手首の位置もバッチリだと思います。足の運びもすごく綺麗な状態で走れています。変な力みがあることなく走れているので、こうリズムよく走れているんじゃないかなと思います。ビフォーを見る限りでは特に癖などは見つからないので、この状態で例えばフルマラソンになった時、ウルトラマラソンになった時にもしかしたら後半疲れが出てくる可能性もありますが、この短い距離で見てみるととても綺麗な安定した走りができています。後ろから見た時も特に問題はなく、ここから少し長めのジョギングをしていただいていますが、終始しっかりとリズムを持って走ることができています。フォームに関しては特に問題はなさそうなので、後半のバテにつながらないようにしっかりと体幹トレーニングなどでカバーできたらと思います。はい、ビフォー見させていただきました。ありがとうございます。いつも通りの走りだったでしょうか？やっぱちょっと緊張しました。緊張しました。動きとしては正直悪いところがないかなっていうぐらい、すごく前傾姿勢も取れてましたし、リズムよく走れていますし、綺麗な動きだったなと思います。ショートの部分も含めて、あとジョグをしていただきましたけど、その時も崩れることなく走れていたので、なんか理想の走りでした。動画が回ってない時におっしゃってた外側が結構張りやすくなって痛みが出やすいってことで、ケアはされてるってことなんですけど、外側が痛みやすい方って内側が使えてなくて外に逃げやすい、外側に全体的に乗りやすい方が多いので、内転筋、内側を鍛えてあげるようなトレーニングを入れてあげたり、腰が痛くなったりするっていうことだったので、もしかしたらウルトラマラソンとか走る中で綺麗なまっすぐな状態である分、ちょっときつくなった時に体がぐーっとちょっと起き上がってきて、腰がぐっと入っておへそがちょっと突き出てるような状態にもしかしたら長い時にはなってるかもしれないなっていうのはあるので、体幹トレーニングとかできるとまた違うのかなと思うので、やっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。今日はその場でもう立ったままできるような感じ、四股踏み、お相撲さんみたいな感じでグッと引いた時、下ろした時にここに意識をさせて、またグッと引き寄せてお尻を下げてっていう感じで、まあ、内側っていうよりはお尻だったり太ももの裏全体を使ってます。なので走ってる時にこう逃げてたりする時に、まあ、使えてなかったりするとやっぱり逃げてしまうので、そのあたりカバーできるように肩幅よりも少し広めに取ってもらって、手を置いてもらって、じゃあ一回グッと落としてもらったら、そのまま
ドスコイ状態で、この時に結構あのお尻も使ってますし、太ももの裏も使ってると思いますし、あと膝が今前に出ちゃってるので、これあんまり前にきついと、そう、はい、膝を痛めてしまうので、この姿勢って結構きついんですよね。前に行くと結構楽なんですけど、この重心の位置がなるべくこう椅子に座るようにで、きついですよね。1、上げて、2、1っていう感じでやってみましょうか。もう全体使ってください。はい、行きましょう。はい、1、あと膝が内側にこう入りすぎないように、こういう感じで入っちゃうと X みたいな状態になるので、なるべくつま先と同じ方向を向けた状態で、はい、2、3、はい、4、5、はい、6で、その時に引っ張られてる感じを持って姿勢を正して、8、9、膝が出ないようにOK です。出ちゃうんですね。なので、座った時というか、このポジションをまず確認してもらって、出ないようにって、支えるのがきついんだと思います。どうしても前の方に行っちゃいがちだと思うので、もうお腹も含めてお尻も含めてしっかり固めた状態でキープする。今すごい綺麗なんです。はい、でもう一回上げてもらって、ドスコイって形で、これなので回数こなそうと思えばもう全然何回でもできるんですけど、一回一回丁寧にやることによって負荷が全然変わってくるので、しっかりと、はい、OK です。なんかもし物があればここら辺にボールを持ってあげて、そういうエアボールみたいなイメージでやってあげても全然 OK です。これをじゃあ1種目目として覚えておいてください。プランク姿勢の状態で、足をついた状態にしてます。で、ここから右側の足を遠くに伸ばしましょう。一回遠くに伸ばします。で、この時に腰が反らないようにしてもらって、薄っぺらい状態に、そうです、してもらって、はい、OK です。で、手前に持ってきてください。じゃあ引いて、で、もう一回伸ばす、5回いきましょう。2、スーッと伸ばす、ちょっと目線をここぐらいに、はい、3、遠くに、はい、4、遠くに、ごめんなさい、すいません、5、遠くに、 OK です。はい、反対側いきましょうか。今この姿勢がすごく綺麗な状態です。腰も落ちてない状態です。はい、じゃあいきましょう。遠くに伸ばして、はい、手前に引く、遠くに伸ばして、2、はい、3、はい、4、はい、じゃあもう一回いっておきましょう。お腹にグッと、はい、 OK です。今はまあちょっと入門編ぐらいにして次は、伸びた状態、この状態です。はい、そうですね。この時に、腰が落ちないようにしてください。もう今すごく綺麗な姿勢です。足を手前にまた今のように持ってきます。1、はい、2、いい感じ、3、ここキープすることが大事なんで、すごい綺麗です。4、お腹に力を入れて、お尻にも力を入れてください。5、 OK、 はい、素晴らしい行きましょう。用意スタート。手前伸ばす、2、はい、3、はい、4、5、 OK。両足上げてる時の方が安定感がありました。いい感じです。じゃあ今の状態で、最後プランクでお尻をこういう状態で
ひねる状態です。この時も、ひねった時にどうしてもぐにゃっても倒れてしまったりとか、あとさっきのプランク状態にしてる時にもう腰がサクッと落ちてしまうこともあるので、そのあたり意識しながら10回プランク状態になってもらって、この姿勢だけでも全然いいんですが、しっかりおへそを入れ込んでもらって、はい、ここでもいいんですが、さらにひねりを入れていきます。ぐーっと、でまた戻ってくる。1、はい、2、2、3、3、お腹しっかり締めて、4、4、はい、5、5、8回までにしておきます。6、6でもいい、頑張ってます。7、7、8、最後1、OK です。 OK、 はい、素晴らしい。プランクだけだでもきついとは思うんですけど、それにさらにちょっとひねりを上げることによってより負荷がかかってくるので、こういう体幹トレーニングもぜひ取り入れていただくと、さらに安定した走りが身につくと思いますので、今の4種目ですかね、ぜひやってみてください。もともとすごく綺麗な走りなので、腹部のあたりを意識しながらアフターに行ってみてください。それではアフターの動きを見ていきます。右側がビフォー、左側がアフターとなります。ビフォーの時からすごく綺麗な走りだったはるきさん、左のアフターを見ても特に変化はありませんが、腕振りもしっかりと振れてリズムよく走ることができていると思います。少しずつペースを上げても特に問題なく、ダイナミックな動き、スムーズに走れていると思います。はるきさんの場合ウルトラマラソンに慣れているので、フルマラソンに挑戦した時、少しペースが上がった時にご自身のフォームがどう変わるかというのもポイントだと思います。今の時点では腕振りでしっかりとリズムが取れて、体がぶれることなく走れているので、今後も先ほど行った体幹トレーニングなど取り入れていただいて、安定した走りを継続していただきたいなと思います。いずれはフルマラソンサブ4目標ということで、まずはペースコントロールを体に覚えていただき、なるべく今の姿勢でリズムよく走っていただきたいなと思います。こちらのジョギングのペースを見ても特に問題なく淡々とした動きができているので、自信を持って今後もトレーニングしていただきたいなと思います。はい、はるきさんお疲れ様でした。ありがとうございました。アフターも走っていただいて、本当にビフォーもすごく綺麗だったので言うことがないかなっていうぐらいでした。正直なところ腰が痛くなってしまうとか、それの原因ってやっぱりウルトラマラソンで、まあ、通常よりも長いっていう距離もあるので、どうしても疲れてきてしまうと体が起き上がってきてしまって腰が入ってくるっていう流れになっているのかなと思うので、もしかしたらハーフとかでは出なくて、フルマラソンぐらいまで行くと意外と行けちゃったりするかもしれないです。体幹トレーニングってすごく大事なので、ぜひ今日やっていただいたような4種目、体幹トレーニングと、あと四股踏みですね、お尻だったり太ももの裏、あと内転筋、内側を鍛えてあげるような動きをすることによって外に逃げている動きが少しでも改善できると思うので、継続していかがでしたか。実際に、まあ、ビフォーアフター出してみて、体幹を意識するっていうところが、うん、やっぱこういうところでも大事なんだな。でそこを意識するだけでやっぱり見る人が見ると、うん、それが分かっていただけるっていうところが、はい、すごく勉強になります。そうですね、なんでまあ積み重ねなので、これで終わらずにぜひぜひ毎日継続してできるトレーニングだと思うので、はい、気軽にチャレンジしていただきたいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今後もチャンネル登録と、あといいねボタンとコメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。